ソルジャーです。ひろきです。きじろうです。チームとめ南三陸です。はい、どんぶり対決です。それぞれでどんぶり決めてください。はい。とめのどんぶりの名前は。誰にも止められないとめのアナログの決定です。南三陸やってきました。やっぱりね、我々だけじゃなかなかね、この南三陸の魅力を、知ってお伝えするの難しいと思いますんで、今日は強力な助っ人をお呼びしてます。南三陸町の加藤さん、来ていただきました。よろしくお願いします。どうぞ。今日はですね、加藤さんに南三陸町のいろんな魅力をいろいろ教えていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ところで、これ後ろに見えるのはモアイですけども、これどういうことなんですか、モアイは。まあ、遡ること、1960年なんですけども、その時に、チリ地震津波というのが発生してきまして、その地震の津波がですね、南三陸町の方にも到達しています。そこでちょっと被害が起こったという実際になりました。で、その時から、チリと南三陸の方が流行したということで、東日本大震災、また南三陸町が被害を受けた時にですね、チリの方から今度はイースター島で作った本物のモアイを三陸町に作っていただいたというところでございます。やっぱひろきはモアイ顔ですね。もうモアイっぽいって言われてた。あ、そうなんですか。僕も結構言われてたんで。ではね、本当。もしかしてどういう人選ですかこれ。モアイ顔。そうです、モアイ顔です。チームモアイ。チームモアイ。できちゃった。うん。これモアイがね、ここにもありますけども、街の中にいろいろあるんですよね。はい。もしかしてマイモアイみたいなのがマイモアイが見つかるかもしれませんね。そうだ、そうだ、それがマイモアイ。マイモアイってことで、まずは今日ミッションなんですか。マイモアイを探す。いやいや、違います、違います。どんぶり対決っすよ。そうですってことで、ちょっとここで食材とかヒントをちょっと見つけに行きたいと思いますので、ということで、ここはどこですか。ここは、はい、ここは南三陸町の中心にある三三商店街。はい、有名ですね。はい、ここにいろいろお店ありますもんね。はいはい、ちょっと歩いてみましょうか。はい、はい、こちらになります。はい。あれ、ちょっと、あれ、ちょっと、引きじゃん。引きじゃないんですけど。見ますか。あと、呼ばれてる気がします。これもうマイモアイ決定です。これ決定ですね。すごい、なんかお兄ちゃんの感じ。じゃあもうゆきじろうのマイモアイ。僕のマイモアイ決定です。コーヒー屋さんですね。はい。もう見つかったね。やっぱりたくさんお店ありますね。うん。これ全部回る時間ないので、三三商店街のただ純也さんに来ていただいてますんで、ちょっとご紹介いただきましょう。なんかヒントがね。見つかればいいですね。何か、はい、いいものが。もしかしたら悩むかも。どこかご紹介いただいていいですか。はい。はい。じゃあ行きましょう。あら。やっぱり宮城と言ったら。は。おりぜんかまぼこさん。ポイントは全員かまぼこいただいたりできたりするんですか。かまぼこ焼くのもチャレンジできるんですか。あ、嬉しい。じゃあやってみましょうか。いいですね。ってことで実際ね、はい、乗っけて、はい、焼いてみましょうか。これはあれですか、自宅でも炭火とかで。レトルト加工っていうのをやってます。はいはい。常温のかまぼこなんですよ。これはそのまま冷蔵庫入れないで保存できる。焼き目がついてないままご提供しますので、それをご自宅で焼いて、焼きたてにして焼き目をつけてください。これは素晴らしいですね。少しね、焦げ目がねつくようなぐらい焼いてください。はい。ああ、いい、見て見て。ああ、いい。ああ、うまそう、美味しそう。左側いいですよ。いいですか。じゃあもう行っちゃってください。はい。くるぶしいいですか。くるぶし。行きますよ。まずいただきます。そう。うまそう、でも美味しそう。うまい。これはうまい。すごい美味しい。うわ。その焼き目いいですね。あ、いいってね。いいよ。あ、いいな。多いんじゃない？いっちゃえ、いっちゃえ、いっちゃえ、いっちゃえ。熱いよ。ふふしないの？うん、おいしそう。けど美味しい。うん、美味しい。優しい美味しい。もういいですか？社長。いいですか？じゃあ今、いや。あ、おいしい。なんか柔らかい、中は甘いですね。これぜひ宮城県外の方にご自宅で焼いて食べていただきたいということで、うまいものセット。はい。これどうですか？すごい。自分たちで焼いて、皆さんにぜひ食べてもらいたいですね。そうですね。南三陸のうまいものセットは商店さんのお仲間決定しました。かまぼこ美味しかったですね。美味しかったです。すごい美味しかったです。あとはもうどんぶりの食材ですよ。はい。はい。どっかありますか？今日マルセンさん。マルセンさん。ああ。こんにちは。よろしくお願いします。うわ、これはすごい。ああ、なんかかっこいい。はい。いろんなこれありますけども。せっかくなんで店長おすすめを。あ、はいはい。あ、ぜひお願いします。マルセンの店長。あ、皆さん、こんにちは。こんにちは。はじめまして。ちょっと雪次郎、ちょっと相談を。はい。南三陸の美味しいものを今僕たち丼にしたいなと思っていまして、今この時期は何かおすすめというか。そうですね。今旬ですと、カニベというカツオとか、はい。すごい酢を。あと粒とかそういうのも今旬じゃあるんですけど、こういう大きい、うわすごい、いやすごいなこれは。あ、じゃあこれを使わせていただいて贅沢っすね。もう贅沢ですよ。贅沢っすね。決定しました。ここにのせる食材はカツオに決定です。おかげさまで宮城のうまいものセットの一品と丼の食材まで決まりました。本当、じゅんさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。佐藤さん、ここから、はい、その丼を作るにあたって料理していただけるお店とかないかなと思うんですけど、どうですかね。そうですね。たくさんあるんですけど、今回は篠屋さん。あ、篠屋さん、我々もね大変お世話になってるんで、篠屋さんいいですね。いいです。はい。すごくいいですね。じゃあ篠谷さん、行ってみましょうか。はい。やってまいりました。篠谷さんです。早速行ってみましょう。はい。じゃあこちら篠谷さんですね。はい。ということで篠谷さんの店内にお邪魔してますけども、加藤さん。はい。篠谷さんに先ほどのカツオを使った丼を作っていただけることを相談したいんですけども、はい。よろしいですかね。はい。すみません。89ERSの選手の皆さんのためにですね、丼を作っていただきたいんですけども、よろしいでしょうか。ありがとうございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。すごいな、これ出てきましたね。そうですね。盛りだくさんですよ。カツオを使った丼、はい、早速作っていただきましたけども、どういった内容なんですか？はい、カツオはですね、三陸産では戻りガツオと言いまして、皮目の脂がすごいピシッと乗ってる、すごい美味しいカツオが今から美味しいとなります。あとは銀鮭がここの町の発祥の地なんですね。今から40数年前に到現した。それと合わせて丼に食べたらもっと美味しくなればなと思いまして。ああ、すごいですね。めちゃくちゃ贅沢ですね。はい、ということで早速食べましょうか。はいはい、手を出していただきます。いただきます。どうぞ召し上がってください。いただきます。辛くない？今もう口に入れる前に言ってたよ。いや、これは美味しいです。中にメカブも入ってるんですけど、メカブ、めちゃくちゃこれも合いますね。これ、これ天才的に見てますよ。油がキラキラすごいね。どうぞひろき。美味しいです。油を。これはどうですか？うん。もう最高ですね。最高っすか。はい、もうバランスいいっすよ。もう全部口の中でもハーモニー上手ですね。何ですか、口の中上手すごいいい言葉で、夏のオリジナル丼としてはいいですね。もうかなりいいんじゃないかなって本当に思ってますけど。どうでした？ものすごく美味しかったです。でこれ丼対決ですけども、あるルールがありましたね。はい、値段です。ボリュームで890円。まあ僕たちさっき話しましたけど、ちょっとさすがに海酒も入って、酒美味しいカツオも入ってで、今無理だっていう判断に違う。僕らの経験上は無理でした。まで美味しい890円は食べたことないです。これソルジャーから高橋さんちょっと相談してみるか一回。わかりました。高橋さん、はい、海対決890円でお出しするっていう決まりがあるんですけど、その値段で大丈夫なんでしょうか。はい、ちょっと相当難しいとは思うんですけど、できないよりも試合に勝つっていうのはもう、コロナの蔓延の状況に勝つっていうことで、890円で出したいと思います。ありがとうございます。すごい。なんと890円でお出しいただけるということで決定しましたけど、まだ名前が決まってません。どうやらですね、有名なキラキラ丼、ネーミングを考えたのが高橋さん。誰もが知るキラキラ丼。そうなんですよ。この篠谷さんがキラキラ丼の発祥のお店ということなので、それを超えるぐらいのインパクトのネーミングをつけていきたいんですけどね。まずはやっぱりカツオと海鮭のこの2つっていうのがもうこの丼には欠かせない存在で、何回似てるなと思ったことがあったんですよ。1990年代のブルーズを支えたマイケル・ジョーダンとスコッティ・ピッペンの最強ジョーダンと、僕はそういう風に確信しました。ということで、南三陸の丼はジョーダンとピッペンの最強デュオ、カツオと海鮭のキラキラ丼です。ということで、さださん、これどちらですか？はい、こちらはですね、三王です。砂浜海水浴場の南三陸の海がこれちょっと一望できますね。しかし気持ちいいですね。これ海風ということでこう来たんですけども、先ほど笹商店街でこのチームはチームホワイということで、チームも変わっちゃったぐらいなんですけども、さっきはね、雪次郎の前面モアイがありましたけど、そう、ひろきとソルジャーのがまだ見つかってません。話によると、この近くにいっぱいモアイが、そこならきっとひろきとソルジャーの前モアイ探せるんじゃないかと思って、じゃあちょっと行ってみましょうか。はい、海を眺めながらね。こちらになります。うわ、これすごいいっぱいあります。これ何体ぐらいなんですか？数えきれないですね。じゃあちょっと見ていきましょう。はいはいはい。本当様々なんですね。そうですね。あれ？あれ？いたね。これだね。あと、ソルジャーのだけじゃない？そうなんですよ。気になるのがあるんですけど。あった。いましたね。いた？パパモアイ。パパモアイ完全に。そしてこの花。ねえ。これだね。ソルジャーの前モアイ。これ決定ですね。ああ、これもう僕の決定です。前モアイ。決定だけなんです。はい、ということで、チームモアイの前モアイ、それぞれ3つ決まりました。ぜひ、写真撮ってね、インスタとかに上げてもらいたい。あー、いいですね。ぜひ見に来てください。2月27日、28日、ここ南三陸町ベイサイドアリーナで試合があります。皆さんぜひ会場に来てください。